1. どちらの顔が驚いているように見えますか？左を選んだ人は現実的で気立てのいい人です。あなたはいつもいい解決法を知っているので、よく友達からアドバイスを求められるでしょう。同僚はあなたと一緒に仕事するのが大好きです。決して議論や争い事を始めないからです。右の顔が驚いているように見えたなら、あなたはとてもきちんとした人です。計画にほんの少しの変更が出ても動揺し混乱します。全てが整っているのを好み、テーブルの上が少しでも散らかると綺麗にすることしか考えられなくなります。 2. これら2つの顔はほぼ同じですが、1人だけが退屈しています。どちらでしょう？左だと思った人、あなたはとても落ち着いていて気持ちが安定しています。みんながパニックになってもあなたは取り乱しません。楽観的で物事は全ていい方向へ行くし、心配しすぎるとそれが台無しになると信じているのです。右の顔を選んだ人は自分への期待が高いです。小さい時から全てにおいて一番になりたいと思っていて、それがずっと変わっていないのです。他人に勝てない時は自分だけを責めます。常に向上し続けることがあなたのモチベーションなんです。 3. どちらの顔が悲しそうに見えますか？左の顔だと思った人は争い事を避けるためならどんなことでもする人です。喧嘩をするぐらいなら本当はそうでなくても悪いのはあなただっていうことに抵抗を感じません。他の人たちが喧嘩するのも耐えられず仲裁しようとします。この顔を選んだ人は人生で達成したいことがはっきりしています。目標を視覚化し到達するまで前進し続けます。また重要でないことと重要なことを整理することができ、目標に近づくのに役立たないことを拒む強い意志があります。4. どちらの顔が幸せそうに見えますか？左の顔を選んだ人、あなたは好奇心がとても旺盛です。人生は迷路みたいで探検せずにいられないんです。好奇心を満たすため時にはルールを破ることもあります。でも気をつけて、常識を持って行動しトラブルに巻き込まれないようにしましょう。右の顔を選んだ人はとても理性的で、全てがはっきり明確できちんとしているのを好みます。結果がどうなるか考えずにイエスということは決してありません。持ち帰り用のコーヒーを選ぶのでさえ頭の中で栄養価を計算するのに時間をかけます。 5. どちらが好奇心旺盛に見えますか？左の顔だって思いましたか？そんなあなたは明るくて生き生きした性格をしています。気分を天気に例えたらいつも晴れで、内面の太陽を喜んで他人ともシェアします。なのでどんなパーティーもあなたがいれば楽しくなるんです。2つ目の顔を選んだ人は他人や他人の気分に簡単に影響されます。人のエネルギーを受け入れるので、それがポジティブなエネルギーならいいですよね。あなたは人がいないと耐えられず、コミュニケーションのためスーパーやガソリンスタンドにいる時も人に話しかけます。 4. この2つの顔はどうですか？どちらが誇らしげに見えますか？左の顔だと思うあなたはすごく頑張り屋さんで、自分の限界を試すのが好きです。疲れたなんて絶対に言いません。また予定が何もない日はありません。休むことに罪悪感を感じるのです。でも時々は休憩していいんですよ。もう十分頑張っていますからね。誇らしげなのは右の顔だと思った人は反逆者の心を持っています。限界を試す機会を逃さず、限界をもう少し広げようともします。楽しむのが好きで冒険心があるので、オフィスに閉じこもるのを嫌い、一つの街に留まるのも好みません。 7. 2つのうちショックを受けている顔を選んでください。左の顔だって思いましたか？あなたはのびのびとして直情的です。自分の直感を信じ、物事が思った通りにならなくても後悔することは全くありません。人生は旅であり、どこかにたどり着くことが目的ではないと考えています。それで旅の途中のハプニングも楽しむことができるんです。右の顔だと思ったあなたは困難を恐れません。誰も手に負えない複雑な課題や問題を解決するのが好きです。自分の能力をレベルアップすることにやりがいを感じるのです。みんなにあなたがいないとうまくいかないと言われるのも好きです。8. どちらがホッとする料理ですか？
昔ながらのアップルパイと答えた人は思い出をとても大事にします。センチメンタルな性格で物や場所、そして何よりも人を手放すのを不安に感じます。何かについて 100% 満足していなくても従来のやり方のままにしておきたがります。グルメなシェフの料理と答えたあなたにとって退屈が最大の敵です。新しい味や感情、場所によって元気が出たり生きることに熱意を持ったりします。物や人にさよならするのに抵抗を感じず、これからもっと素晴らしいことが起こると思っているので、そのために場所を空けておこうと考えます。 9. インスパイアされる景色はどちらですか？静かで晴れた日の日の出にインスピレーションを感じるという人は、大騒ぎや修羅場、劇的な出来事を避けます。また急ぐのも嫌います。あなたは責任感があって一生懸命仕事をしますが、いいことが起こるのには時間がかかると思っています。誰よりもより努力した人が成功すると信じているんです。雨を選んだあなたは運命や幸運を信じています。全てのことに予兆を見つけ、それがあまり良くない予兆ならば抵抗なく計画を変更します。リラックスする方法も分かっていて、やらなければならないことがたくさんあっても自分のための時間を作ります。10. 悲しい気分の時どちらの場所に行きますか？図書館に行くという人は、気が楽になるためには周囲からのサポートを必要とします。友達や家族を頼りにして人生の経験や知恵を教えてもらい、重要な決定をしなければならないときはアドバイスを求めます。また間違いを犯したり人の気持ちを傷つけることを恐れます。気分を良くするために山のような広い場所でハイキングするのを選んだ人はもっと自立しています。自分の内なる声をまず聞き、心配事を誰かに相談するのはその後です。他人の意見を尊重しますが、決断するのはあくまで自分で、自分の選択に責任も持ちます。11. あなたらしい服装はどちらですか？ブルージーンズと白い T シャツが好きなあなたは、あまり人から注目されたくないと思っているはずです。努力家ですが、褒められることを期待していません。他人の仕事、またはグループでやったことを自分の手柄にすることもありません。豪華なイブニングドレスを選んだ人は、注目されずに生きることができないはずです。目立つためだけに真夏にセーターを着たりします。スポットライトを浴びるのが大好きで、そのためのチャンスは見逃しません。 12. 幸運のお守りとしてどちらをつけたいですか？ネックレスとブレスレットみたいにセットになったものが好きなあなたは、社交的で優れたチームプレイヤーです。課題や責任を人と共有するのが好きです。それで友達やチームメイトに信頼されます。小さな石やその他の個性的なチャームが好きなあなたは、一人で行動するのを好みます。おそらく過去に他人にがっかりさせられたことがあって、大事なことを共有したり完全に他人に頼るのに抵抗があるのです。全てを完璧にやるには自分一人で取り組んだ方がいいと思っています。 13. 楽しい思い出を起こさせる色を選んでください。オレンジで楽しい気分になるあなたは、とても友好的で明るい人です。またすぐに人を許し前に進みます。子供時代の幸せな思い出がたくさんあって、今の生活で変えたいことは一つもありません。白でハッピーな気持ちになる人は、すぐにでも一からやり直したいと思っています。今の生活が少し退屈で変えたいと思っているんです。最初の一歩を踏み出せばそれができると信じています。 14. 人生の中で避けたいと思っている色を選んでください。グレーを避けたいと思う人は、落ち着くことによって退屈になるのを恐れています。でも忘れないで、新しいことにトライしたり、新しい場所に行くことで刺激を得られますよ。人生に綺麗な赤紫色がいらないと思う人は、おそらく今いろんなことで手一杯になっています。ゆっくり休憩してもいいんですよ。自分の内なる声を聞いて進みたい方向を理解しましょう。ブログを始めたいと思ったことはありませんか？思い立ったが吉日です。今回のテストでは、あなたに向いているブログカテゴリーをアドバイスしますよ。準備はいいですか？紙とペンを持って答えをメモしておいてくださいね。結果は動画の最後にお知らせします。まずはあなたの性格を教えてください。
あなたを最もよく表す3つの言葉は何でしょう？ A. クリエイティブ、立ち直りが早い、完璧主義者。 B. 魅力的、自信家、クリエイティブ。 C. アクティブ、冒険好き、社交的。 D. 優しい、面白い、繊細。 E. 頭がいい、集中力がある、決断力がある。さて、趣味は何ですか？リストにある場合は選んでください。ない場合は自分に合っていそうなものややってみたいものを選んでください。 A. 料理、 B. 音楽、写真。 C. ハイキング、 D. 読書、 E. プログラミング。次は最も自分らしい色を選んでください。 A. 白、平和と清潔の色。 B. ロイヤルパープル、富と好奇の色です。 C. 緑、生命と自然の色だから。 D. ハッピーで楽しい黄色、太陽の光、秋、タンポポ、バナナなど最高のものはすべて黄色です。 E. 青、インスピレーション、自由、調和を象徴する色です。金曜の夜はどうやって過ごすのが好き？ A. 家で夕食を作り、美味しいケーキかクッキーを焼くのが好きです。 B. 友達と出かけて楽しく過ごす。 C. 散歩に出かけ、街をブラブラする、できれば行ったことがないところに。 D. ベッドで本や映画を見ながらお菓子を食べる。 E. 瞑想したり、セルフケアをしたり、自分の計画や目標を考えたりします。では、好きなソーシャルメディアは何か教えてください。A. レディット、 B. インスタグラム、 C. YouTube、 D. TikTok、 E. Twitter。 次は、お金の使い方を教えてください。食費や固定費以外では何に一番お金をかけていますか？ A. キッチン用品、 B. お出かけ、C. 旅行、 D. 本、または E. オンラインコース。ではあなたの好きな食べ物を選んでください。この質問でも選択肢にない場合は一番自分好みのものを選んでください。 A. シーフードのような見た目が豪華なもの、 B. サラダやヘルシーなもの、 C. 異文化の馴染みのない食べ物、 Dピザ、 E. コーヒーとクロワッサン。次はあなたらしい服装を選んでください。選んだら答えをメモしてくださいね。 A. 着心地が良くカジュアルなもの、 B. ハイランドの服、 C. アウトドアなもの、 D. すっきりシンプルなもの、 E. オフィススタイル。あなたの誕生日が近づいてきました。次の5つの選択肢の中からあなたはどのプレゼントを選びますか？ A. 輝く新品の鍋のセット、 B. デパートの商品券、 C. 大きくて高品質のリュックサック、 D. 読みたかった新しい本、 E. コーヒーメーカー。次のキャラクターのうち一番あなたっぽいキャラクターは誰？ A. フレンズのモニカ、 B. 華麗なるギャッツビーのジェイ・ギャッツビー、 C. ホビットのビルボ・バギンズ、 D. ハリー・ポッターのハーマイオニー、 E. シンプソンズのリサ・シンプソン。休暇はどこで過ごすのが好き？ A. 都市部、Airbnb を利用して泊まったり、地元のレストランに行ったりして街を探索する。 B. リラックスして良い写真が撮れるクルーズ。 C. 観光客があまり行かないような人里離れた場所。 D. ビーチ、海やプールで遊び、夜はホテルで映画を見るのが大好き。 E. 山、人
人で考え事をして新しいアイデアを思いつくことができるから。行ったことのない都市や国に旅行するとき一番楽しみなのは何ですか？ A. 食べ物です。いろいろな料理を試すのが大好きです。 B. レストランやクラブに行ったり写真をたくさん撮って投稿したりと街の生活に飛び込むのが大好きです。 C. 景色を楽しんだり地元の人と話したりして新しい環境に身を置くのが好きです。 D.地図なしで街を歩き回り、ヴィンテージショップや本屋を発見するのが好きです。E. 美術館や展覧会に行くのが楽しみ。あなたは森を歩く旅人です。あなたの前には5つの道があり、どこに行くかは自由。あなたはどの道を選びますか？ A. 川の方に行く。水もあるし、魚も取れるから。B. 道に迷わないように道路に向かって歩く。道路ってことはどこかに町があるってことだよね。 C. 山の方に行く。美しい景色が見れそうだしハイキングコースもあるかもしれない。 D. もっと森の奥に行ってみる。 E. 時間がないから来たところに引き返す。休暇で古い洞窟を探検していたあなたは魔法のランプを見つけました。何をすべきかは一目瞭然。こすればいいんですよね。こすると精霊が現れましたが、叶えてくれる願い事は一つだけ。三つ叶えてくれるのはおとぎ話の中だけのようです。あなたは何を願いますか？ A. 食べ物を無限に手に入れること。 B. 無限のお金。 C. 瞬間移動マシーン。 D. 想像の世界に出入りできる力。E. 時間を止める力。タイムマシンを手に入れたとします。あなたはどの時代に行きますか？ A. 現代にとどまり時間よりも空間を超えて旅をしたい。 B. 豪華な舞踏会や晩餐会があるヴィクトリア朝時代へ。 C. 古代エジプトやギリシャに行きたい。 D. 私なら1世紀先の未来に行く。E. 売るかツアーを提供する。あなたがすでに有名ブロガーだとしましょう。他人からあなたのブログやあなたについてコメントされたとき、どんなことを言われると嬉しいですか？ A. あなたの美的センスが大好きで投稿するものすべてが素敵です。 B. 驚くほど面白い人生を送っていますね。私もあなたのようになりたいです。 C. 素晴らしいコンテンツで新しい体験に挑戦する気にさせられます。 D. あなたのコンテンツは面白くて新鮮です。あなたが進めるものを信頼しています。 E. 日々成長できるよう刺激を受けています。私もいつかあなたのように成功したいです。それでは答えを数えてみてください。A、B、C、D、E の中でどの答えを一番多く選びましたか？いよいよ結果発表です。あなたはどんなブログを始めればいいのでしょうか？ A を一番多く選んだ方は料理ブログを始めてみてはいかがでしょうか？あなたは料理やお菓子作りが好きでしょうし、自分の知識を世界に発信したり、新しいことに挑戦したりするのにとてもいい方法だと思います。ブログを書くことでもっと上達したい、趣味をもっと深めたいという意欲がかきたてられるでしょう。もし B を最も多く選んだのならライフスタイルブログを始めるべき。あなたはおそらくとても魅力的でオープンな人で、とても面白い人生を送っていることでしょう。きっと多くの人があなたの暮らしを見るのを楽しみにし、ファンになるはずです。 C が多かったですか？まるで私の成績表みたいですね。さて、あなたはいろんなところに行くのが好きで、旅行が大好きなのではないでしょうか。旅行ブログは間違いなくあなたにぴったりです。旅慣れているので、それを人々に伝えたり、経験を共有したりして、世界を探索する人々に刺激を与えることができます。一番多いのは B でしたか？それなら本や映画に関するブログを始めてみてはいかがでしょう。レビューを書いたり、引用を掲載したり、おすすめを紹介したり、あなた独自の視点から感想を述べたりするのが向いています。
クリエイティビティに任せて同じ志を持った人たちをたくさん見つけることができますよ。最後に E を一番多く選んだのであれば、あなたが詳しい分野のプロフェッショナルブログを書いてみてはいかがでしょうか。あなたは勤勉な成功者ですから、成功の秘訣を共有して人々に刺激を与えることができます。尊敬できる人がいるのは誰にとってもいいことですし、あなたは素晴らしいロールモデルになれるはずです。皆さんの性格を最もよく例えるファンタジー世界の生き物は何でしょう。今回の診断で調べてみることにしましょうか。答えを選ぶごとにポイントを加算してください。結果は動画の最後でわかりますよ。ついにあなたの夢が叶いました。秘密の魔法学校から招待状が届いたのです。さて、その封筒のデザインは A. セイレーン、 B. 人狼、 C. ヴァンパイア、 D. サイキック、 E. ゴルゴン。 A. は3ポイント、 B. は2ポイント、 C. は1ポイント、 D. は4ポイント、E は0ポイントを加算してください。学校へ着いたあなた、さあ寮の部屋を選びましょう。 A. ヴァンパイア城、 B. 快適な客室、 C. 石の遺跡、 D. スマートハウス、 E. ロマンチックな部屋。 A は1ポイント、 B は2ポイント、 C は0ポイント、D は4ポイント、E は3ポイントを加算してください。あなたが一番自信がある感覚はどれ？視覚は4ポイント、聴覚は2ポイント、嗅覚は3ポイント、触覚は0ポイント、味覚は1ポイントを加算してください。ルームメイトに選ぶなら誰？ A. メイクをした可愛い女の子、 B. ギターを弾く謎の詩人、 C. バスケットボールを持ったボサボサの髪の子、 D. チェスをするサングラスの男、 E. 絵を描くアーティスト。A は3ポイント、B は1ポイント、C は2ポイント、D は4ポイント、E は0ポイントを加算してください。どの組み合わせが一番魅力的？大地と炎は4ポイント、大気と水は1ポイント、炎と水は3ポイント、水と大地は0ポイント、そして炎と大気は2ポイントを加算してください。新学期が始まりました。早速ですが、あなたはどんな子に片思いをしますか？ A. 清潔なミニマリスト、 B. おしゃれなお金持ち、 C. サイバーパンクスタイル、D. 健康的でスポーティー、 E. ヴァンパイア。 A は0ポイント、 B は3ポイント、 C は4ポイント、 D は2ポイント、 E は1ポイントを加算してください。学食へ向かいましょう。お昼に何を食べますか？板チョコとコーヒーは4ポイント、チェリーパイは1ポイント、サンドイッチは0ポイント、ハンバーガーとフライドポテトは2ポイント、お寿司は3ポイントを加算してください。突然、片思い相手に散歩に誘われました。どこへ行きたいですか？ A. ゴシック様式の城、 B. 雨の降る海岸、 C. 古樹の並ぶ森、
D 原っぱ E 山 A は1ポイント B は3ポイント C は4ポイント D は2ポイント E は0ポイントを加算してください。散歩の最中、花を見つけました。あなたが好きなのはどの花？ランは3ポイント、ユリは1ポイント、デイジーは2ポイント、バラは4ポイント、ボタンは0ポイントを加算してください。先生が5つの部活動にあなたを誘っています。どの部活動を選びますか？合唱は3ポイント、陶芸は0ポイント、ドラゴン騎乗は2ポイント、演劇は1ポイント、フェンシングは4ポイントを加算してください。あなたの欠点は？傲慢は1ポイント、短気は2ポイント、怠惰は0ポイント、色欲は3ポイント、皮肉は4ポイントを加算してください。学校での1週目が終わりました。週末はどうやって過ごしましょう？遠くで一人きりになって瞑想、部屋でゆっくりする、当然デートへ行く、友達を集めて映画鑑賞会、森でハイキング。 A は4ポイント、 B は0ポイント、 C は3ポイント、 D は1ポイント、 E は2ポイントを加算してください。学校のいじめっ子があなたに嫌がらせをしてきました。あなたの対処法は？5分もあれば仲良くなってみせる、部屋に逃げ帰って泣く。いじめっ子？ああ、それ、自分のことだな。相手が忘れた頃に復讐する。相手の弱みを見つけて、それを利用する。A は3ポイント。B は0ポイント。C は2ポイント。D は1ポイント。E は4ポイントを加算してください。あなたの好きな魔法の分野は？A 呪文と精神魔法、 B 薬草と魔法薬、 C テレキネシスと物体浮遊術、 D 占い、 E 闇の魔術に対する防衛術。 A は4ポイント、 B は3ポイント、 C は2ポイント、 D は0ポイント、 E は1ポイントを加算してください。あなたが最も魅力を感じる魔法アイテムは？ A ドリームキャッチャー、 B 水晶玉、 C ろうそく、 D カード、 E 呪文書。 A は2ポイント、 B は4ポイント、 C は3ポイント、 D は1ポイント、E は0ポイントを加算してください。寮のマスコットにする魔法生物を一つ選んでください。ヘビは1ポイント。フェニックスは4ポイント。ユニコーンは2ポイント。マーメイドは3ポイント、ドラゴンは0ポイントを加算してください。もうすぐ仮面舞踏会が開かれます。あなたがつけていく仮面はどれ？
ベネチアンマスクは3ポイント、アニマルマスクは2ポイント、ペストマスクは1ポイント、泣き顔ピエロは0ポイント、サイバーパンクは4ポイントを加算してください。学校の秘密の部屋へたまたま入ると、そこにはあなたの闇の部分を映し出す魔法の鏡がありました。その鏡に映ったあなたの闇の姿は何？ A. ゾンビ、 B. 醜い魔女、 C. ダース・ベイダー、 D. 幽霊、 E. ゴルゴン。 A. は0ポイント、 B. は3ポイント、 C. は4ポイント、D は1ポイント、E は0ポイントを加算してください。今度は隣の部屋であなたの最大の夢を映し出す鏡を見つけました。その鏡に映った夢は何ですか？ A. 明るい家庭、 B. ラブストーリー、 C. 玉座に座る王、 D. ルービックキューブを解く場面、 E. 宇宙を飛ぶスーパーヒーロー。A は2ポイント、 B は3ポイント、 C は1ポイント、 D は0ポイント、 E は4ポイントを加算してください。では結果発表といきましょう。これまでのポイントをすべて集計してください。60から70ポイント、サイキック、おめでとう。あなたは類まれな精神力の持ち主、他人の心を簡単に読むことができます。あなたを騙すことはほぼ不可能です。ですから、あなたは多くの人に尊敬されているはずですね。その才能のせいで、ちょっと皮肉屋なところがありますが、悪の道に進んではなりませんよ。何でも予知してしまうのもいいですが、たまには奇跡を祈るのも悪くはありません。その方が人々は喜んでくれるはずです。45から60ポイント、セイレーン。45から60ポイントの人はセイレーン。セイレーンは謎めいた海の生き物で、その歌声で多くの人を魅了します。あなたはその明るく楽しげなオーラで他人の鬱屈した気分を晴らすことができます。多くの人があなたに首ったけですから、あなたは友達に恵まれ、その力で成功をものにするでしょう。しかし大いなる力には大いなる責任が伴います。あなたの持つセイレーンの加護は他人を幸せにするためのものであり、思い通りに動かすためのものではありません。30から45ポイント、人狼。あなたはまるで人狼のように二面性を持った人です。あなたの片方は温かい心を持ったカリスマ性にあふれた人物、ユーモアのセンスにもあふれています。しかしもう片方の部分は家族をバカにしたりといったラインを超えた相手に対して容赦がありません。あなたの原動力は情熱、真心を込めて物事を行うことで人生を成功に導きます。周りからのあなたに対する評価も、素晴らしい友人か恐ろしい敵かの2つに分かれています。衝動をコントロールし、攻撃性を本当に必要な時だけに抑え込むことができれば、あなたは素晴らしいリーダーになれることでしょう。15から30ポイント、ヴァンパイア。最高のリーダーであるヴァンパイア、多くの人とは違い、人生にとって本当に重要なことだけに時間を使おうとします。この才能によってあなたは仲間の生産性を高め、幸せをもたらします。またあなたの直感は、どの作業があなたにとって意味があり、どれがエネルギーの無駄かを見分けることに長けています。あなたはまるで外科医のように慎重かつ正確、しかし周りからは予想不能で常に不機嫌そうな人物だと思われています。でも大丈夫、そんな人々もあなたの洗練された自立した性格を好ましく思っているはずです。0から15ポイント、ゴルゴン。0から15ポイントだった人は心が非常に穏やかで安定しています。決断を下すのには時間がかかりますが、一度した決定は変わりません。しかしそれで人生に行き詰まったと感じたら、新しいことに挑戦してみるのもいいかもしれませんね。グループワークの際には、あなたが常に物事を実行に移します。周りの人たちはあなたがくれる賢い助言を心から信頼しているようですよ。ちなみにあなたは魔法学校の校長にも向いています。一度考えておいてくださいね。